FBI によって公表された、例の手配写真、ジェームズ・ r ール・レイは、アメリカの犯罪者。1968年4月4日に発生した、キング牧師暗殺事件の犯人として知られる。小学校を1年生で落第し、当時の担任教師は、レイの性格を、冷淡で、攻撃的と記録しており、同級生からものけ物にされていた。 第二次世界大戦中の15歳の時に高校を中退した後は陸軍に入隊し、対独戦に参加した。1949年にカリフォルニア州で強盗により有罪判決を受け、1952年にはイリノイ州でタクシー強盗を行い、2年間服役し、出所後の1955年には詐欺により3度逮捕された。 1959年には、ミズーリ州で強盗を働き、常習犯として、懲役20年の刑を宣告されたが、1967年に、刑務所内のパン工場からパンを輸送するトラックに、忍び込み、脱獄した。1968年4月4日に、テネシー州メンフィスにおいて、キング牧師が泊まっていた、ロレインモーテルの近くの下宿から、 バルコニーにいたキングを銃撃、暗殺した。その後は、11時間かけて白いフォードマスタングでアトランタに逃げ、3日トロントに到着し、レーモン・ジョージス・ニードの偽名で、カナダの偽造パスポートを入手し、白人至上主義のローデシアへ、国外逃亡を図った。ポルトガルのリスボンに一時滞在し、イギリスのロンドンに逃げ、 事件から約2ヶ月後の同年6月8日に、ベルギーのブリュッセルに向けて出国しようとして、ロンドンのヒスロー空港で偽造パスポートを、行使しようとしたところを逮捕された。例は、犯罪人引き渡し条約によって直ちに身柄を、テネシー州に護送され、翌1969年の3月10日に、犯行を自供し、禁錮99年の刑を宣告された。 しかし、カナダの偽造パスポートを、どのようにまた誰の金で手に入れたのか、さらに、ロンドンやリスボンへの航空券及び滞在費を誰が支払ったか、これらのアイデアを誰から授けたのかは、大きな疑問として残された。さらに1977年6月11日に、他の6人の囚人とともに、同州の刑務所から脱獄を図るが、 二日後の六月十三日に身柄を確保された。後に開かれた合衆国会員暗殺問題調査特別委員会においては自らの潔白を主張した。1998年四月二十三日に C 型肝炎に起因する人不全により刑務所内で死去した。後の検視では肝不全も併発していたことが判明した。 遺体は仮装され、遺骨はアメリカではなく、母方の家族の出身地であるアイルランドに運ばれて、散骨された。ありがとうございます。